弟のためにも10ラウンドまで殴り合いたくないという兄のクスオ、遠慮して負けたら悔いが残るという弟の勝明、共に KO 決着を誓う兄弟の入場です。の気持ちも胸に秘めています。先手先手と攻めて絶対に勝てると信じて、弟江口克明がリングに向かいます。でも例のない兄弟対決が今実現しようとしております。兄の勝明、いや弟の勝明、兄のクスを共に相手を見ません。目を落とします。
結局お互いに睨み合うことはありませんでした。兄弟も3人東京福岡から来ています。第1ラウンドが今始まりました。画面右紫色のトランクス、左構えが兄の江口楠雄、本名光雄です。そしてブルーのトランクス、これが江口克明、日本ストロー級の3位です。1位と3位で王座を争います。早くも体を預けます。積極的に攻めます勝明です。本来は足を使ったボクシングが得意の兄の楠雄、今日はおそらく相手が出てくれば打ち合いになってしまうだろうなと言っております。さあ楠雄が外側から攻めます。ボディを狙います。楠雄が攻勢だ、楠雄が攻勢だ。クリーンヒットを取ります。ロープに追い込んだ。しかし ここからが粘り強いんです。弟の勝明、ようやく落ち着きましたが、おっと左ロングフックです。勝明悲壮な表情です。両選手ともに悲壮な表情です。中学校の兄が3年、弟が1年の時に最後の大喧嘩をしました。その時には弟は相手の胸ぐらをつかみ、そして体を預けるようにして何もできませんでした。ただ兄が一方的に打ちまくるのみでした。しかしパドエル宝石ジムに入りましてからはこの両選手、弟の勝明が相手がサウスポーと対戦するときにはその試合前、サウスポーの兄をサウスポーのパートナーとして選んでいました。しかしそれも1年前までで終わっています。以来ずっとグローブを合わせたことはありません。左のフック、勝明の左のフックがクリーンヒットします。懸命に状態を揺すります江口楠雄です。さて放送席の解説のファイティング原田さん、はい、初めてのこの兄弟対決ですけれどもね、どうでしょう、ここまではやりにくさとか、あるいは手加減をするとか、そういった表情は、そうですね、そういうボディーが決めた、ボディーが決まりました、苦しそうだ、苦しそうだ、さあどうだ、勝明、こっから頑張りどころだ、エイチ、森田健レフェリーが試合再開を命じます、ダウンを取りました、しかしそのシーンを全く見ていません、立ち上がるシーンを見ていません、兄の靴を、動きが止まった、弟の勝明、ここは攻めどころです。早く決着をつけたいという兄、口を開けます。悲壮な表情です。それは泣き声のようにも見えます。果敢に攻めます兄の靴を、現在ストロー級の1位、逆に打ち返す弟勝明、勝明が打つ、勝明がまとめて打つ、しかしこれはブロック、左フック、今日はこの左が有効です。右構えの勝明、時間が15秒になりました。第1ラウンド、さあこのままフィニッシュには、フィニッシュには至らないのか、江口楠雄打ち返します。勝明が口を開けて歯を食いしばって打ち返します。呼吸の音が荒くなってまいりました。江口勝明、第1ラウンドは10対8、2ポイントリードしました。ファイティング原田さん、伺ったところでダウンがありました、はい、どうでしたか1ラウンド見て。そうですね、やっぱりやりにくいと思いますけども、やっぱりそういうことはないと思いますけどね、はい、やっぱり小さい時に兄貴にいじめられながら、この回やっぱ弟はね、このやっぱり喧嘩でルールないですから、はい、このルールがありますね、はい、だからそういう意味で今日は兄貴に借りを返すという気持ちでね、はい、やるんだって言ってましたけどね、やっぱり兄貴は兄貴ですね。そうですね、浜田剛さん、はい、左のボディーブローがうまく当たりましたね。あのボディーブローはいい角度で入りましたね、はい、まあ、あの弟の勝明の方も左フック、サウスポーに対しての左フックはあの有効ではありますね、はい、これまでにナックアウトで決着のついた試合はこの勝明にとりましては1試合しかありません。14敗してわずかに1試合、それが前回の試合、92年の11月、ストロー級6位にランクされた後の最初の試合、今年の3月でした。花形ジムの星野と戦って4ラウンドテクニカルナックアウトで勝っております。これが KO で決着した唯一の試合、左側の江口勝明です。それまでは全て判定で試合を終わらせております。粘り強い江口勝明がここからどういう風に兄を追い込んでいくんでしょうか。的確なパンチを当てます。兄の江口、おっと感じなんですけどね、おっと立ち上がれないか、立ち上がった、ファイティングポーズを取ります。逆にダウンを奪い返しました。勝明も兄の立ち上がるシーンは見ていませんでした。複雑な思いが交錯します。後楽園ホールのリング上です。お互いに1回ずつのダウンを取りました。ボディーブローだ、ボディーブローだ、今度は勝明がボディーブローだ、嫌がっている、嫌がっている、
兄が嫌がっています。江口笠明、左のアッパーを狙っています。江口、クソです。笠明はボディーブローだ。このラウンド、軽いパンチで、笠明の軽いパンチでダウンをしています。左のアッパー、笠明だ。笠明が攻める。江口、笠明が攻めます。ちょっとお互いに遠慮があるのですね。遠慮ですか、これは。はい、芦田さん、はい、青コーナー木内トレーナーはですね、はい、もう相手を見ずに打て、そういうこと言っていますね。もう技術うんぬんではなくて、なるほどね、顔を見るとやはりね、はい、そういう感じですね。情がついね、出てくるかもしれません。観客の皆さんもですね、パンチ当たると普通歓声なんですが、悲鳴に近いものがありますね。そうですね。芦田さん、はい、一方赤コーナーですが、はい、村山さん、倉持トレーナーによりますと、兄クスオの方は控え室の練習から体がどうも重いという話をしていたということなんですね。そうです、体が重いということを繰り返していたそうです。ただ今はとにかく足を使って相手の右だけ気をつけろという指示が飛んでいますね。はい、体が重いというリポートがありました。江口クスオ、今日のウェイトは江口クスオは104ポンド2分の1、リミットを2分の1ポンド下回っています。アンカーパー、右。一方の江口克明はリミットちょうどギリギリで計量をパスしております。これまで105ポンド、このストロー級のリミットを下回るウエイトでやったのは1回しかありません。14戦のうち1戦だけです。江口克明。一方のクスオの方は何度も何度も、今日が14戦目でありますが、これまで105ポンドのリミットを上回るウエイトで試合をしたことがあるのは4戦だけ。あとは全てストロー級のウエイトで試合をしております。従いまして今回減量は非常にうまくいきました。江口克明、対しまして江口克明は10日間、食物といったらば栄養食品だけで過ごしました。左のフック、おっと下も下、下も下、勝明の左のフックです。第2ラウンド終了しました。このラウンドは逆にダウンを取りました江口勝明。さあ、それでは一瞬のパンチのコース、ああ、左が見事に捉えています。これがクリーンヒットになりました。浜田剛さん、第1ラウンドにも出していたあの左ですね。そうですね、はい、まあ、サウスポーの有効ですね。まあ、強いパンチじゃないですよ、タイミング良かったんですね。はい、浜田剛さんも、そしてファイティング原田さんもそれぞれ、兄弟がボクシングを経験しています。特にファイティング原田さんの場合には、はい、弟の牛若丸原田さんも、はい、もちろん団体ですね。この兄弟対決というのはその現役時代はないですけど、スパリングよくやりました。考えたこともなかったですか、その対戦をするということは。考えられませんでした、ね。ただスパリングよくやりましたよ、はい、でもやっぱり僕はどっちかと本気になりますからね。あ、やはりそうですか。はい、すごいあれですよね。やっぱりそれが本人のためにもなると思います、ね。いや、まさにね、江口久雄もそう言ってましてね、もうとにかく1年前までやっていたスパーリングではもういつも血が出てもやめない、周りがハラハラするようなスパーリングになりましたということを言ってるんですね。僕のスパーリングなんかもそうでしたよね。弟さんと、はい、そうですか。すごく迫力があったよね。浜田剛さんは、はい、そういう経験は、スパーリングよくやりましたね。やっぱりお兄さんと兄2人がいましたよね、はい、思いっきりやりましたよね、スパーリング。スパーリングはできるんですよね、まあ、試合のことは考えたくなかったですね、はい。さあ、今度は江口です。江口が先手を取ります。江口、クスオが先手を取ります。何のクスオが左のストレート、さあ、めったに来た、左のストレートです。アッパーです。何のクスオが攻めます。大立ちになります。懸命にディフェンスをします、笠崎。まだ KO 負けはありません。江口、クスオ、いや、江口勝明、4敗は全て判定負けです。左のアッパーです。これはブロックしました、勝明。さあ、今度は逆に勝明が攻めます。先ほどは左のフックがクリーンヒットしました。兄のクスオからダウンを奪っています。弟の勝明、試合は第3ラウンド、史上初めての兄弟対決になりました。ストロー級の王座決定戦です。同門の細野雄一が世界タイトル挑戦、7月に予定されておりますが、そのために王座を明け渡しました、返上いたしました。その後をこれから襲おうというのが1位の江口クスオ、右側、そして3位の江口克明、ブルーのトランクスです。WBC 世界ボクシング評議会では
身内が肉親がチーフセコンドになることは禁じておりますが、それ以外の禁止条項はありません。しかしそれはあくまでもセコンドでも身内が入ることが許されないんだから対決することはまずないだろうという、そういった類推解釈が適用されておりまして、これまでに兄弟対決というのは世界のボクシング史上ではタイトルマッチではありません。まあ、身内がリングサイドで見るのも本当に腹立ちですよね、はい、セコンドといえばましても大変なもんですからね、はい。そして今日はこの後楽園ホールのリングサイドに、兄にあたります三男の仁さん、そして四男の大作さん、さらに弟の九男の勤さん、この3人が福岡あるいは東京からやってまいりまして、この兄弟対決を見上げております。第3ラウンドは大きな動きがありませんでしたが、10対9兄が取っております。大作さん、そしてその脇に勤さん、さらには仁さんと、それに友人一人で4人で今観戦中です。試合は第4ラウンドに入ります。第1ラウンドに兄の楠尾がダウンを取りました。第2ラウンドには弟の勝崎がダウンを取りました。第3ラウンドはポイントの上でリードを奪いました。紫色のトランクスの兄の楠尾です。今度は足を使い始めました。兄の靴尾です。試合前のインタビューでもお聞きいただきましたように、兄の江口靴尾、とにかく兄弟でやるんですから目いっぱいやります。長く試合が持ちこたえるようなことがあれば、それだけたくさんのパンチが弟に入ってしまいます。だから自分は早く決着をつけたいですというふうに語っておりました。第1ラウンドにダウンを取った時にはそのままフィニッシュに持っていけるのかというふうにこのリングサイドでは見たんでありますが、しかし粘り強い弟の勝崎、反撃をいたしまして第2ラウンドには逆にダウンを取っています。ボディーブローです。兄の楠尾です。橋田さん、はい、村山さん、赤コーナーですが、はい、倉持トレーナー、まだ楠尾の方は本来の動きになっていない、うん、それよりも第2ラウンドのまだパンチのダメージが残っているようだということなんですね、うん、で体調が回復するまでは、はい、なるべく足を使うようにという指示を出しています。あ、そういうことで、はい、体が重いという原因、何か体の状態悪いんですかと聞きましたが、そんなことはないと、はい、まあ、おそらく精神的なものじゃないだろうかというふうに話しています。芦田さん、はい、青コーナーなんですが、はい、旧知トレーナーは見ていてやはり辛いですねということを言っていますね。そうですか。ほとんど指示らしい指示はありません、はい、チャンピオンになれ、これだけ精神的なものだけですという話ですね。なるほど。ご覧のように頭に反り込みをしております Z の文字、この試合に備えてわざわざ張り込みに行きます。目立ちタマリアの兄そうです。一方の勝脇は小さい頃はもう部屋にこもりっきりの内気な子だったと言います。我慢強い子です。弟の勝脇です。ボディーブローです。兄がまとめて打ちます。打ち返したのは一発、弟勝脇。弟のパンチを外しました。うん、そう。まだ耐えます。まだ耐えます。うん、あっと。あるいは9年前の喧嘩のシーンが思い出されているかもしれません。兄に殴られっぱなし、一方的に殴られっぱなしだった弟の勝明。じっと耐えた弟の勝明。しかし今日は違います。さあ逆襲だ。弟勝明の逆襲、ここでゴングです。このラウンドも10対9、第4ラウンドも兄の靴を取っています。青コーナーの勝明です。第3ラウンド第4ラウンドと追い込まれました。どこで粘りを見せるか、兄はその後弟の粘り強さはよく知っています。試合は第5ラウンドに入ります。第9代目のストロー級のチャンピオンを決定する王座決定戦です。今度は先手を取ります勝明です。第2ラウンドにダウンを取った左のフックを当てたい弟の勝明ですが、右から入りました。
やはり浜田剛さん、はい、サウスポーに対してはあの右から攻めるというのが有効のようですね。あの右から入って左フックっていうのも、はい、あの鉄則ではありますね、はい、特にあの兄の方は右のガード下がりますからね。そうですね、左フックは当たりやすいんですね、はいはい、またちょっと足を止めました。江口クスオ、第1ラウンドボディーブローが有効でした。兄のクスオです。静まり返りました。後楽園ホール、先ほどは江口頑張れという声援が飛びまして、思わずお客さんからどっと拍手が沸き起こっております。江口頑張れは両選手に対する励ましです。なぜこのような兄弟対決が実現したかといいますと、現在1位が江口楠雄、左側、そして第2位に玉木真一、帝拳ジムの選手が入っておりますが、この玉木が、前の細野雄一がチャンピオンになった時の王座決定戦で細野雄一に敗れております。従いまして、今回3位の弟の勝明との対戦が実現したというわけであります。まあ、ファイティング原さん、当然この試合に勝った選手は、はい、いずれは玉木真一とやらなければいけませんね、そうですね、またその時にはまた違った考えるのもあるんでしょうけどね。そうですね、非常になんとなく私も両選手をよく知ってましたね、非常にあれですね、江口君の兄貴のクソの方はやっぱり結構ね、はい、見た目なんかこれすごく生きそうな感じですけどね、非常に人間的にはね、非常にユーモアがあってね、非常にその面白い男でね、はい、弟の方は弟の方ですごくやっぱり義理がたいしね、はい、非常に好青年ですよね、2人とも、ね、そうですよ、はい、やれするぞ。外しておいて勝明が攻めますが、うまくダッキングで逃れます。残り30秒になります。第5ラウンド、左フック、さあこれは有効だ。先ほどダウンを取った勝明の左のフックだ。もう一発この左が入りますとキャンバスに沈むシーンも見られます。どうでしょうか。細かいブローを繰り出しまして挽回を図りました江口クソ。兄時間がありません。第5ラウンドが終了いたしました。このラウンドは10対10、初めて互角のラウンドになっております。放送席の採点です。お電話ありがとうございます。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、休日しか乗らないし通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物はもちろん無制限、人身障害と車両保険をつけてこの価格になります。さらに年間予定走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に。車両保険を外したら。はい、こちらになります。そんなに。でも事故の時は大丈夫。はい、ご安心ください。チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。24時間365日受付で専門スタッフが現場まで駆けつけます。それでこの保険料。また事故の際の修理箇所を永久に保証するサービスもご用意しています。安心だね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて通販型もいいかなって。車両保険もつけてこの価格です。車両保険もつけて。さらにゴールド免許でしたらこの価格に。車両保険なしの場合はこちらになります。助かるわ。でも何かあった時は。チューリッヒは車両保険なしでも全てのご契約にロードサービスが無料でついています。事故や故障の際現場での応急処置に対応できるサービス拠点が全国に約9500箇所ございます。しかも故障の際のロードサービスはご利用いただいても翌年の保険料や等級には影響はありません。通販型でも安心ね。でも保険料は。はい、この価格です。またチューリッヒには7つの割引がございます。例えば早割、保険開始日の45日前までにご契約をされたお客様への割引です。いいわね。ケア、いつもあなたのことを。皆様もお気軽にチューリッヒにお電話ください。10分ほどでお見積もりをご案内します。お見積もりはもちろん無料。フリーダイヤル551993。バイク保険もチューリッヒ。リングの中に入っているのが江口楠雄選手のトレーナー倉持さん、
そして向こう側が鈴木正夫後援会長の長男です。そして次男が青コーナーに入っています。でトレーナーが木内さんです。門入る宝石陣も2つに分かれて両選手をバックアップします。第5ラウンドでイーブンのラウンドを作りました江口勝明。この辺りから流れを変えますか。終盤にかけての粘り強さには定評があります。ブルーのトランクスの江口勝明。兄が足を使います。これを追います。本庄江口勝明抜い取りがあります。左これはダメです。芦田さん、はい、青コーナーですが、はい、木内トレーナーからはクスオのボディを狙っていけということが出てますね。これは顔をなかなか続けて打てないので、ええ、ボディなら打ちやすいだろうと、そういう感じですね。さあどうだ、大立ちになった。しかし相手に打たせておいて逆転を逆襲を狙うのか。江口勝明、クスオは口の中を切っています。ボディを狙えという指示が出ている青コーナーの江口勝明陣営でありますが、今のシーンでは打たれました。江口クソが打ちました。ヤネフク、あーっ、さあこれをどうしようか。兄のクソ、体を守ります。一発狙うのか、左のパワーを狙うのか。左のフックを見せました。ボデ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 、まとまってブローを出しますが、お互いにうまくブロックするシーンもあります。左のパー、決めました。ようやく立ち上がりました。しかしその表情をご覧ください。笑顔は見られません。兄のクスオ、そして江口勝明泣いています。認定賞日本プロ級チャンピオン江口クスオ殿、奈良は1993年6月5日東京都において、江口勝明と日本ヒコロヒー代表になって10回戦を行い勝利を得たので、ここにチャンピオンということを認定します。1993年6月1日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー小坂誠大学、日本ボクシングコミッションの小島事務局長から今認定賞が送られました。そしてベルトが巻かれています。第9代の日本ストロー級チャンピオン、1986年の初代チャンピオン野口健二から数えまして2人目のチャンピオンが今この弟の勝明を破りまして誕生しております。日本テレビからの勝利者賞トロフィーです。そして後楽園ホールから慶応賞です。兄がちょっと弟の方を気遣っています。さあ兄が飛んでいきます。歴史的な試合に決着をつけました兄の江口クスオ、敢闘賞が贈られます。敢闘賞が弟の勝明に贈られております。それでは新チャンピオンにお話を伺います。江口クスオ選手です。おめでとうございます。 ありがとうございますって言っていいか。はい、ありがとうございます。まず新チャンピオンになった気持ちから伺いましょうか。いや、自分としてはまだ未熟なボクサーと心がけております、思っております。まだまだ
チャンピオンほど遠いです。弟の勝明選手とリング上で相まみえたわけですが、どんなことを考えながら試合をしていたんですか？一生懸命弟とタイトルを争って思いっきり殴り合って、お客さんに八百長を扱いされたりとか、そういうことを考えました。最後は思い切ったアッパーでしたね。もう一番練習しなかったパンチです。勝明選手からダウンを取っても、その勝明選手を決して見ることはありませんでした。